おはようございます。4月の18日火曜日、今朝はタンドリーティッカ、こちらの分を焼いていきます。タンドリーティッカ、こちら鶏もも肉、骨のついてないないやつです。皮を取ってます。で、昨晩からのしっかりスパイス漬け込みです。一晩漬け込んでますので味が染み込んでおります。で、一口大に切っているので食べやすい大きさにしております。これを今から、串に刺してタンドリー釜で入れて焼きます。こちらのスパイスの効いたチキン食べることによって体質改善、ダイエット、花粉症、免疫力アップ、素晴らしい効果になります。はい、ぜひとも食べてみてください。お待ちしてます。ピクニックのお供に持っていっても冷めても美味しいタンドリーティッカ、4つで700円お待ちしてます。